これが人生初実況、ドラゴンクエスト4実況プレイ。私、実況者のキョンでございます。ですね、前回からようやくね、外の旅がね、出るようになりまして、敵と戦いながらようやくレベルが一つ上がったってところです。そしてね、前の戦いで川の鎧を落としました。早速見たいと思います。その名の通り、川の動物の皮で作られた鎧です。さすが鎧だけあって、服よりはだいぶ防御力が高そうです。どうやら私にも装備できるみたいです。もし店屋に売れば135ゴールドになるでしょうな。じゃあ早速ね、装備したいと思います。これでだいぶね、ようやくね、楽になってきたかな。14ですか。トルネコね、比較的成長早いんでね。さーて、じゃあね、今日もね、旅の続きをしたいと思います。まあ旅といってもね、もうそこね、フィールド歩き回るだけなんですけどね。まあでもここでね、ずーっと歩き回っておかないとね。おや、こんにちは、旅人の宿屋にようこそ。一晩15ゴールドですが、お泊まりになりますか。はいと言っても、まあ、いいですね。さようなら旅の人、またお立ち寄りください。このようにね、三章はね、旅の商人とか宿屋が出てくるんですよね。たまーに縁顔としてね、結構ありがたいんですよね。3章限定なんでね、これは。おお、会心の樹液出ましたね。ちょっと3章はね、特殊なんですよね。普通ブツを落とすんですけど、ちょっとブツを落とすのもちょっと変わってるんですよね。倒せましたね。おや、なんと木の帽子を見つけた。このようにね、特殊なね、装備をね、装備品とか落とすんですね、なぜか。じゃあ木の帽子を鑑定したいと思います。ふむ、これは木をくり抜いて作った帽子ですね。旅人の装備としてはごく標準的なものと言えますね。かぶるとちょっとかっこ悪いというのが難点ですが、どうやら私にも装備できるみたいです。もし店屋に売れば90ゴールドになるでしょうな。おお、早速ね、火の帽子を装備します。こんな感じですわ。上がりましたね。下積み商人は変わらないですけどね。で、戦いね、楽になるんですね。ぐっと楽になります。比較
的に第一章の敵とかが多いですね。言われてみよう、イタズラモグラ出ましたけど、やれやれ、おっと敵が出ましたね。攻撃がちょっと安定してませんね。守備力はこれで上がったんで、戦いは楽に。おっとまた回心し出ますね。だいぶ楽ですね。1しか食らわなくなった。布の服とえらい違いですね。わかりましたよ、レベルが。忍び足、おお、早速呪文を覚えましたね。一撃出ますね。いやー、まだまだ先が長いですね。なんと鉄の槍、鉄の槍を手に入れましたよ。鉄の槍、鉄の槍。では鑑定したいと思います。鉄でできた槍ですね。城の兵士などがこの槍を好んでよく使います。どうやら私にも装備できるみたいです。もし宿屋に売れ、宿屋じゃねえや、店屋に売れば660ゴールドになるでしょうな。なんで宿屋って言っちゃうんだろうね。店やのにね。では装備したいと思います。ほぼ倍近く上がりますね。いやー、これで火力増しますよ。幸先いいの手に入りましたね。売るもよしですけどね。さて、攻撃ダンジー上がりましたね。まあ落ちるも拾えばいいっていう、それがトルネコのね、勝負で、ね、だいぶ楽ですよこれ。落とさないかな。ちょうど日が暮れて夕方なんでね、ちょうど帰る時ね、帰るのにはちょうどいい、こうしたことですけど。昆虫少女さん、ずっと昼からずっとあそこですね。まったく。あ、お弁当売るの忘れてましたね。
やー、しかしね、三章はね、本当稼ぎプレイ主体なんでね、もう地道に稼ぐことがね、もう三章の話なんでね。とにかく地道に稼ぎプレイをしろというのが第三章のね、ストーリーといったところでしょうかね。まずね、会長なんですけどね、いやしかし稼ぎプレイですからね、これはずーっとこうやってね、戦ってばっかりっていうのをね、使われますよね、これ。まあこれ、第3章、こればっかりですからね、もう。おや、落としましたよ。なんと川の星を見つけた。川の星ですよ。では早速ね、道具でね、川の星を見てみたいと思います。ふむ、これは動物の皮でできた帽子です。頭へのダメージを抑えます。どうやら私にも装備できるみたいです。もし店屋に売れば48ゴールになるでしょうな。48ゴールです。ですね。じゃあちょっと南下していきたいと思います。なんか怪しい村ありましたね。まあ無視しておいて。おや。なんでしょうか。とりあえずね、キメラの翼を買っておきましょう。はい。まあ、このように旅の商人も出てくるんですよね。見えましたね。ここは新しい街ですね。仕事を探して、ボンモールまで来たんだけど、ここって城下町にしてはしけたところよね。ああ、やっぱり働くんならエンドールが一番だわ。城と町って言うけど、城ね、まあ、上等ですね、立派ですけど、ちょっと小さいですよね。で、町もちょっとこじんまりした感じで。まあ、わかりやすい町ですけどね。ボンモールのお城へようこそ。ボンモールの城ですね。あんた、レイクナバから来たのか？そういや、お城の牢屋にもレイクナバの男がいたっけ？そいつと話したかったら、牢番に見つからないように考えて動くことだな。牢番ですか。いろいろね、ここ、なんと鋼の次、2000ゴールド。高いですね。まあ今んところね、鉄槍手に入ったんでね、武器には困らないんですよね。あとはね、お金を貯めて、覇者の剣をね、買い替えるだけなんですけどね。はいはい、道具屋。まあ道具屋は基本的にね、大して何も変わらないですけどね。防具屋ですね。ここは防具の店ですが、怪物たちがうろつくようになってから防具が売れて、やはり一般の人々が武器よりもまず身を守る防具が欲しいみたいですね。というわけで、品切れなんです。すいませんね。なんと品切れですか。ね。そしたらね、時間も来ましたので、今回の実況はここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。